皆さんおはようございます、ワンドラです。おはようございます、ワンドラ2号です。いや、本日は何をなさるんですか？本日はですね、見ての通りこのジャッキアップをして、こちらの、 ブレーキをですね、おそらく純正パッドが入ってるんですけども、それをちょっとラリーパッドの方に変えていこうと思います。ラリーパッドに変えるいきなりラリーパッドだそうです。ちなみに別にラリーをするわけではありません。はい、じゃあどんな感じで交換できるんでしょうかね。さあ、今回買ったパッドは、ブリックのラリーハードですね最強パッドでございます。はいはい、メリットは何ですか？フェードしません。はい、デメリットは？デメリットは高い。あ、高いぐらいかな。あと泣きます。あー、そっか、キーキー言います。そうだね。はい、はい、ちなみにあの S2000 も、同じラリーハードが入っております。はい、峠からサーキットまで何人でも使えます。はい、はい、早速取り付けていきます。はい、長い。お、ん？あ、え、何？すんなりいったね。あのね、長さは力です。なぜこれが長いのがあるかっていうの、理由が分かった。無理だった。そういうことです。はい、来て。すげえボロボロ。押されてボロボロです。まあ、それはそんなもん。はい、はい、はい、取れました。はい、これが純正なのかな。うん、見比べよう。全部同じなの、それ内側外側。うん、これそう、これ同じじゃないかな。同じなわけねえか、見てみようか。わかんない、場合によっては内側と外側で違うこともあるんで。ブリックはどうなってた？確かに、あ、全部なんか同じっぽいな。同じっぽいね。うん、同じだね。確かに同じだ。はい。じゃあまあいいとして。どうなんだろうな。ってことはうち外したパッドの内側と外側はメモっとかないとな。メモっといてください。戻すときに分かんなくなっちゃいます。はい。はい。これが。もう書いちゃうか。書いちゃいましょう。漢字で書く人初めて見た。同じですか？はい、同じです、多分。はい。同じかな。同じな気がするな。はい。さすが純正、綺麗に減ってる。まあ、ざっとさ、4ミリ、5ミリぐらい違うんじゃね。3、4ミリか。3ミリぐらいかな。うん。2、3ミリ違いますね。ああ。もともとが、はい。4ミリぐらいなんで。はい。ってことは、6、7ミリある。ってことは、ピストン戻さないと絶対に入んないね。私が大学時代に対面測って買ったこれピストンツールを伝授しましょう。はい、はい、なので30年ものです。はい、見てください、この箱。KTC だ。でも KTC です。30年KTC です。はい、というわけでこれを使えばバンジーが収まりますが、その前にあっちの方を抜く準備をしとかなきゃいけないので、これは溢れる兆候ですね。今マックスになってます、ブレーキフルードが。でこれでピストンを戻すと、ここからマックスから超えてって、ブレーキフルードが溢れる
可能性が高いです。なるほど。なので、ピストンを戻した分ブレーキフルードを吸い出して漏れないようにしなきゃいけません。はい、で蓋を外します、うん、はい、はい、で、まあタプタプ入ってるんで、まあ多少抜いていきましょう、まあ、ついでなんで、これドット3だと思うんでドット4に交換したいと思います。はい、じゃあ上からガンガン抜きますか。抜きすぎると今度はエアが噛んでしまってエア抜き大変になっちゃうので抜きすぎないのは大事。まあ今こんな感じで何 cc？ まあ 4,50 抜いたね。うん、4,50 抜いたの でまだローアーまで行ってないからそう、ね、ミニマムだから大丈夫だね。ミニマムの上なんで大丈夫ですというところで、じゃあこれでパッドを、ピストンを戻してパッド、キャリパーをつけましょう。はい、はい、これとこれの差の分広げればいいってことですか。そうそうそう、じゃあまあ 0.23 だからな、大体な3ぐらい違う気がするな。だったらまあ 0.6 ぐらい 0.6? まあ6ミリぐらい上げなきゃいけないんだけど、はい、これ測ろうか。いや適当ですよ、測んなくていい。あのちょろちょろってやって当ててみて、あ入んねーっつって、でまた当ててみて、入んねーってやって、おー入ったーってやればいい。逆だ。そうだ。上がってる、上がってる。おー、セーフセーフ。すげえ。やっぱり抜いといてよかった。あ、ぴったりいった。ちょっと余裕を持たせて入れてください、そこは。はい、これで多分入るぐらい。すいません。シーン、これはつけないの？わかるわかる。金具は金具は外側につけるんだよね、これね。金具はね、そう、ここに先に金具つけとかないとクリアランスわかんねえよ。確かに、それはまあ、あの、つけなくてもいいんだけど、一応泣き防止とか、あとはなんか熱とかね、そういうので私はなるべくつけるようにしてるけど、まあ人によってはつけない。あとはこう社会パッドをつけるときはつけないっていう人も多い。この、ところがね、平たくなってるところをちゃんと切りかきに合わせないといけないという話です。はい、まあ一応これで場所的にあったん でこれでボルトを軽く締めて、固定します。切りかき、ここじゃなくてこ横じゃね。うん、いや合ってんじゃん。いや切りかきっていうのは逆じゃ入んないの。これ入んないよ、ほら入るんじゃね。え、入んねえっつ、入んねえのかな。入んねえっつってんじゃん。ここにさ、へこんでるとこあるじゃん。これがちょうど合うんじゃねえと思って。じゃあそこのヘク、いやいや、そうじゃなくて合わねえの。あの丸くなってるところ、そのカットしてあるところ D カットって言うんだけど、はい、この D カットの部分をここに合わせる。だからまあ上も下も D になってるんで、はい、うん、それをここに合わせると、これボルトを締めてた時に共回りするのね。で共回りした時にここが引っかかって回んなくなるっていう、そういう構造なんですよ。すげえ、うん、なるほど。はい、かしこまりました。それとあとクリアランスの関係からちゃんとそれ合わせないと多分ボルトはスムースに入っていかないはず、うんうん、怖いなやっぱりちゃんと言わないとここのクリアランスどう思うの。そこはだってブレーキ踏めばさ、あのピストン出てきて自動的に押されて、良き塩梅になります。じゃあまあいっか。はい、です。フルード確認しよう。そうね、これは横から見て、横からちょっと上がった、はい、さっきこの辺だったのが3ミリぐらいだったの。はい、なので、まあ、逆側もやっても大丈夫、これで大丈夫と。はい、アフェアしない。じゃあ締めていきましょうか。はい、固定しててください、はい、こっちは入る。あ、もう十分、十分でしたね。はい、で上も同じだけ締めたんで、いや、もう一回やってください。ここね、まず
抜けない？はい。大丈夫？いけます。結構ね、狭いやつなんでね。そうそうそう。はい。でこれで左側に緩めるんで、うん、ちょっと緩めてみ。まあ大丈夫ね。はい。でそれでまた右に戻して、で締めて。うん、そうそうそう、そんな感じ。4、4、1、2、3ってやってくれ。3さ、俺が緩めてガクっていって締めたっつったらまた1、2、3、じゃあ1、2、3って言ってください。で3で踏みっぱなしね。3ね。はい。はい。ちょっと止めて休んでいいよ。フルードの様子を見ます。あ、減りました。じゃあフルード追加します。フルードを追加します。え、次やった？だっていいんだろ、減ってるじゃん。これがミニマム以下になると結局上から吸っちゃうんで、そうならないように。それだと、うん、交換されたとはどうやって分かるんですか？これは分かんないです。だから大体あの色が変わったとか、だから人によっては色がついてるフルードを使って青入れといて、赤入れて、青入れてってやると分かりやすいです。だけど我々これ透明のやつなんで、ね、でこれ黄色いやつなんで、だからこれ混ざんなくはなってんの、ね、一応混ざる。おえ、そんなもんなんす。よいしょ。さあ大丈夫か、大丈夫か。で口をふっと開けば上から空気が入って下に抜けていく。おお、すげえ。はいはいはい、そうね、はい。うで周りをきれいにしていって、もう一回、よし、うん、セーフかな。まあいいや、 OK、 OK。 まずドラシャがこちらになります。はい、はい、これでぐるぐる回します。はいはい、でそれがこっちに来てこれ回してくれます。ほら回ってる回ってる、ほら回ってる。でステアリングロッドがこれ、はい、はい、でスタビライザーがこれ、これがスタビね。うん、これはフロントから出てます。はい、でハブっていうのはこのなんかいろいろくっついているのがハブですね。うんうん、でロアアームって言ってサスペンションのロアームがこれです。おお。これが下からあのこうやってサスペンションがあの上下する。でそれに対してストラットサスペンションっていう上からのこのショックとスプリングとがこのハブにくっついて、これ自体がこうこうやって移動するんだよ。まあ移動とか上下動すると。いう仕組み。なるほど。うん。てかロアームが弱すぎてびっくりする。こんなんじゃないの？こんなんじゃないよ。もうちょっとなんとかなんねえのかってくれたって。縦方向っていうか前後方向のさ力に対して弱すぎるじゃん。うん。薄いよ。薄いでしょ。だからこれってどうこうやって動いちゃうよねきっとね。こうブレーキングした時にさ力かかるじゃん。こっちも押されるじゃん。それをさ抑えるものが全然ないのよこれ、うんうん、普通はロアームってこう三角形になってたりするんだけど一切ない一本しかない。もしかしたらこのスタビがそれを兼ねてるのかもしんない。あ、ブッシュでくっついてるけど結構しっかりしてんだこれ。スタビで押さえてんだ。うん、スタビ、あ、なんかスタビで前後方向を押さえてるのかもしんないこれ。面白いこれ。なるほどね。全然余裕です。緩すぎないか。はい、オッケー。一応ね、ここでブレーキのリーダーバンドでここから抜いて、しました。はい、よいしょ。はい、ちょっとワイパーブレード乗りました。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は何しました？本日はあのパッドをですね、ブレーキパッドを、ブリックのラリーハードに交換しました。あとあのブレーキオイルの交換をドット3からドット4にしたので、多少そうな、厳しい温度
でも対応できるような設定になりました。はい、はい、今後はこれで乗ってみようと思います。はい、じゃあ特に最初は気をつけて、はい、気をつけて行ってまいります、はい、行ってください、はいはい、ではではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。